皆さんこんばんは、松原よしかです。今日は天皇杯3回戦、ジュビロ磐田対ホンダ FC 4対1のゲームをお伝えしたいと思います。まずですね、ファビアン・ゴンサレスが前半2分にすぐにゴール決めました。そしてその後2ゴール決めたのは小川航基、これもファビアン・ゴンサレスも絡んでました。そして85分に三木途中交代出場したのゴール、これも小川航基も絡んだ、まあ2トップが絡んだんですよね、ファビアン・ゴンサレスと小川航基。そして後半になると、後半はホンダ FC 57分に鈴木がゴール決めたというゲームです。まずちょっと内容からいきますと、ちょっと気になったのがホンダ FC の方はちょっと気になりましたね。っていうのは横浜 F マリノス戦あれだけ良かったんで、何が良かったかっていうと、やっぱりこう向かっていく姿勢が JFL のクラブが J1 クラブを倒すと、ここの大前提のところのこのモチベーション非常に良かった。なのでボールに対してもプレッシャーもインテンシティもかなりかけれてましたし、インテンシティも高くプレーした。で、彼らの最もいいところ、ボールを大事にしながらプレーしていく、これはホンダのチームはすごく好感が持てますね。で、ボール持った時のそのポゼッションで目的と手段を履き違えない、ボールを回すだけじゃなくてやっぱりそれがゴールに向かってくるんですよ、速くなるんですよ、それがゆっくりかと思うと速くなる、そういうのが F マリノス戦あったんですよね。でも今日のジュビロ磐田とのゲームは前半2分のファビアン・ゴンサレスと、それから27分の小川航基のゴールもあったように、守備ブロックは組んでるんだけど、人はいるんだけどボールに行かない、行かないというか行けてないんですよ。ここがやっぱり大きな差があったところで、実際ゴール決められてるのも、まあホンダはおそらく前の方でブロック組みながら来るだろうっていう、多分ジュビロの、考えだったと思うんですね。それでゴール決まったのは後ろから長い1本のパスなんですよ。それでこの2トップに打開されてる、小川航基とファビアン・ゴンサレス。で、その彼ら2トップに対してもちょっとここのセンターバックもいけない、やっぱり強く、やっぱり1対1のところでタフにアグレッシブに、まあ、僕昨日栃木対、鹿島の天皇杯解説させていただいたんですけど、3対0、まあ、栃木のある意味1対1で、まあ、相馬監督も言ってましたけど、あのタフさに球際に結構やられたと、苦しまれたと。でもこのぐらいのやっぱりこうプレーがホンダの選手には、ジュビロ磐田の選手には欲しかったかなというふうに思います。で、ジュビロとすると、まあ、50分失点するぐらいまではジュビロのペース、非常にこうプレーにも余裕があったし良かったと思います。ボールも動かし方とか、ただ57分ぐらいのこの鈴木に失点されたぐらいから、ペースがですねホンダの方に持っていかれた。これは、一つ J1 昇格基準でジュビロ磐田考えると、これは一つ課題だと思いますね。それは何かっていうと、前の方のタレントは小川航基、ファビアン・ゴンサレス、それからルーキアン、山田、大津、大森、いっぱいいます。でも後ろ、伊藤博樹がドイツに行った、大井健太郎も怪我、それから今回森岡も怪我してしまった。ちょっとこの辺がですね、後ろの最終ラインのところで山本のり道と、あともしかしたら今野下げるかもしれない。でも今回そういう意味ではオーブと中川には期待したんですけど、ここのところ彼らが失点シーンではオーブと中川センターバックの対応、外に引っ張られて一番開けてはいけないゴール前のスペース、ここ開けちゃったんですよね。この辺がですね、今野がボールホルダーにプレッシャーかけていった時にいるだろうと今野も背中を持ったと思うんですけど、実際彼ら戻ってなかったんですよね、そこでやられた。だこの辺の最終ラインのところが、ジュビロも8連勝はこうしてきてますけど、これから、まあ、7試合連続無失点も前節の新潟戦で消えてリーグですね、3対2のゲームで、そうすると、まあ、首位にこう立ってずっと行きたいジュビロとすると、やっぱり守備のところ、ここがどうかなっていうふうに思います。ですね、まあ、ただ今回はやっぱり天皇杯でジュビロ磐田、それからホンダ FC、 僕も小学校の時の監督さんが元ホンダの選手で、関塚さんが当時選手でいながら練習に来てくれたことも思い出したりとか、しょっちゅう試合見に来ましたの でジュビロのゲーム、ジュビロというかヤマハのゲームを見に行ったと。そういう両チームが、まあ、ダービーのような形でゲームやったのは非常にこうワクワクさせてくれるものがありました。今度のもし次またカップ戦で当たることになったら、もっとダービーらしい浜松の西部の静岡県西部の熱い熱いもうバチバチやるぐらいの試合を期待したいと思います。ジュビロ磐田、それからホンダ FC の選手の皆さん、それからスタッフの皆さん、お疲れ様でした。また、楽しいゲームを見せてください。それでは。